皆さんこんばんは。おばあちゃんとパパです。おばあさん、おばあさんはいません。お母さんで、お母さんもいません。おばあちゃんとお姉ちゃん、お姉さんいた。お兄ちゃん、お姉さんいた。お兄ちゃん、お姉さん来ました。ここがね、普段は寝るところなんで、このライブの時しか電気がつかないんでね、この時に結構ね、棚を漁ります。もう読まなくなっていたおもちゃだったりするんですけれども、そういうのを読み漁ります。わっくん、わっくんの好きなおもちゃも用意してます。パンドロボー、電車単語カード、お絵かき、最近ハマってるアンパンマン、そんなもんも用意してますけど、わーちゃんはどうするでしょう。あ、髪の毛がついてる。あ、かかの髪の毛、さっきね、掃除機かけたのよ。このライブはですね、20分ぐらい、30分ぐらいやる。30分後は寝てるなっていうことですね。ということで、ゆるりとやっていきます。バカった子供の、これバーに買ってもらったやつね、で子供の様子を見てるんで、ちょっとコメントとかが見れなかったりするんですけど、すいません。見れるときは読みます。あっち、なんか読む？何したい？あ、頭打ったよ今。はい。だるまさん。だるまさんの本持ってきたら読む？だるまさん。だるまさんが、それ。あとですね、サプライズを最後にやろうと思ってますんで。ちょっとそういうこともちょっとやっていこうと思います。あ、皆さんいろいろありがとうございます。ギフト、マッチくん、ここら辺はいいですか？このパンドロボーとか、あの電車とか、単語帳もあるよ。好きやろ。読まんでいいか。ちょっとね、昔のおもちゃたちも気になってるみたいで、見守ります。それヒサが買ったやつ。ヒサですね。カカの弟ですね。これは何？あ、バーカタチ。うん。バーカタチ車。ああ、よかったね。ヒサ買ったやつ。そうやったか。ヒサ買ったやつ。うんうんうん。やっぱ車好きですね。車。パトカーさん、何歳ですか？2歳1ヶ月です。2歳。わっちくん何歳？1歳になりたい。1歳になりたい。閉めて。あ、ここですね。ここを閉めたがります。ここを閉めたら熱いんですよ。熱いんですが、ここを閉めたがります。はい、バイバイ。はい、閉めよう。でもういつもね、灼熱地獄になってですね、灼熱になるんで、今日はダイソンを持ってきてますんでね。ダイソンつけます。見て。あ、何？あ、車に書く。あ、車描く？ダイソンつかんねえ。ちょっと待って、ダイソンがつかんって。あ、ついた。パパのお腹で、お腹というか、体で車を遊んでます。
あーちゃん、タイから見てる。タイから見てる。ありがとうございます。タイから。あっちか、こっち向いて。なんかする？車だけでいい？まあちょっと無理やりさせるのはね、いつもやめてるんで、何かはね、あんまり。そう、サプライズは一番最後にちょっとやってみようと思います。ワンワンとミビリンいますよ。ワンワン、ミビリンここにいますよ、ここに。ちょっとまだミビリンに興味が言わない。ワンワンはね、こっちで。こっちの別荘でこう。ゆっくりしております。マチ君、パン泥棒読む？今日読まない？いつも読むけど。サプライズはしますよ。何サプライズかちょっと言えないんですけど。これいいんじゃない？これ。あ、これいいんじゃない？うん。これ遊びね。これね、パーツがないんですよ。あるのはいいんですけど。うん。これいいんじゃないはいいんですけど。うん。できません。はい、これできません。うん、どれももういいです。のんびりやりますで、ね、のんびり見てもらえれば。今日の晩ご飯は何でしたか？ご飯と僕が作ったですね、超野菜たっぷり味噌汁、ナス、キノコ、人参、豆腐の味噌汁とトマト食べました。言うとみるよこれ。あちくん、今日夜ご飯何食べた？トマト。トマト食べたね。うんうんうん。あ、あとご飯とパパが作った、なんか鳥が出てきたよ。飛んでる。飛んでるね。あ、フィリピンからこんにちは。すいませんね、この日本の小部屋見てもらってすいません。車よ。うん、ヒサが買った車よね。これくれたのよ。これヒサがちっちゃい頃に持ってたやつよ。くれたのよ。 V6 って書いてある。 V6 って書いてあるぞ。ジャニーズバー買ったっちゅ。うん、バー買ったやつ。うん、バー買ったちゃうか。ちっちゃいよこれ。うん、ちっちゃいやろ。大きいよ。うん、大きさが違うね。車のおもちゃでもいろいろ大きさがあるね。何歳ですか？2歳1ヶ月です。ちくん、わーちゃん、ガールフレンドはね、多分できませんね、まだね、全然。できるこれ。うん、恐竜。うん、わーちゃん、スタンプ愛用してます。ありがとうございます。スタンプがね、昨日作ったのがね、夜な夜な作ったのが出ましたんで、もしよければ見てみてください。明日で2歳2ヶ月ですね。あ、本当に本当に毎月、毎月じゃないや。毎回忘れるんですけど、まあ毎月か。忘れるんですけどね。明日2歳2ヶ月だ。そうですね。自分たちの結婚記念日とか自分たちの誕生日も忘れる夫婦ですからね。夜ご飯は7時から8時の間に食べます。あ、それね。ユフインの森の箱。はい。うん、ユフインの森は入ってませんね。あちくん、電車でユフインの森探す？電車の本で。今日ちょっとおもちゃに夢中ですね。かなり。ちょっといつもと違う感じの。ケンさんとカカの馴れ初めは、学生の時に出会いまして、5年ぐらいの後に再会しまして、そのまま結婚しました。パパさん、就活アドバイスください。パパはですね、
飲み屋にいるところを、拾われたみたいな形で就職しまして、まあ、そっからずっと14、5年同じ会社にいるんですけども、なんで就活したことないんですよね本当に。ただ一個言えるのは、なんもないわアドバイス。あの約束を守ってればね、結構会社内では好かれると思うんで、就活のアドバイスは、あ、この間ドトールで飲んで、あのコーヒー飲んでる時にドトールの店員さんと、高校生の方があの面接してたんですけど、やっぱりちょっと元気があった方が印象はいいかなと思いますね。嘘でもカタカタね、カタ当たり前のこと言いましたね。カタ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 、やっぱり私がカタカタ今日のカタカタ。うん、バッチ君、お絵かきして。お絵かきしない？出身はね、僕は福岡ですね。うん。あ、ちょっとパンダラバー見よっか。ちいさんの買ったやつ？うん。ないぜ。V6？ V6 どっか行ったね。ユキさんとこ行ったかもね。おちくん、パンドロボ見れ。よし。見ないか。青の車。うん。さっきまであったやん。あ、トーマスランドね。トーマスランド行ってみたいですね。わーちゃんは右利きです。多分。ヒサは、カカの弟です。わーちゃんはね、よく蚊に刺されますね。本当に。ちょっとね、コッペパン言ってっていうコメントが多いので、ちょっとやってみようかな。ここを指さして、ここを指さして言うみたいなところですね。コッペパンだ。これ何？コッペパン。コッペパンだ。あとは？パンドロボだ。ん？パンドロボだ。うん。パンドロボね。あ、ちょっと待った。青い車のヒントをもらってる。こん中入れちゃった？あ、いるやん。ほら。あ、ありがとうございます、コメント。あった、あった、あった。あったよ、ヒサの車。興味ないんかい。あちくん、何しますか？うん。何するの？これ電気じゃない。かかと弟は顔出しはしないかな、多分。これ電気じゃない。電気じゃない？うん。まあね、この部屋でこう電気をずっとつけるみたいなことがあんまりないんでね、興味津々でいろいろものを漁ってますね。まあ昔のおもちゃとか、そうですね。あ、ドクターイーラーあった。昔のおもちゃとか、まあ、まだまだ出してないお下がりがいっぱいあるんで、それがここに収納されています。
サプライズはしますよ。BANANA サプライズします。ちょっと単語を言うともう発狂しちゃうんで。一人っ子です。何人兄弟か一人っ子です。それ何？それ何？ドラえもん？おっと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 。あっちくん、笑点歌って。笑点歌わない今日は。楽しいね。笑点のピンク色誰？誰？誰？ピンク色は誰？笑点のピンク色。なんだそれ。今日テンション高いね。どうだ。あ、好楽さん。ピンク色誰？黄色？黄色。黄色の人は？ちょっと今違うものに興味いってますけど。あ、そうそう、黄色は菊王さん。オレンジは？タイ？タイ？カデカデ。オレンジはカデカデ。水色は？水色は？なんか今日変なテンションやね。最近ね、あの小遊三さんも山田くんも分かってるんですね、翔太さんも。うん。ありがとうさーん。さあ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 、キュッキュン。もっと遊ぼう。おお。ダンスガチャで3ワンワン3キュー出ましたね。ワックンダンスガチャ。オフ会、オフ会とかね、特にやる予定はないんですね。パトカーは？パトカーはどっかあったよ。あ、はい。あって、うん、カチャカチャ。さあ皆さん、そうですね、ライブ20分ぐらいやってますけどね、そろそろやりますか。BNNANA サプライズ、まあ、30分ぐらいでいつも終わるんでね。すごい、笑点歌ってる、笑点。あ、今日は歌わんつもりやね。
いやもうハーハー言ってますね。よいしょよいしょ。5、4、3、2、1。バナナ。こっちでしょ。バナナ。バナナ来たかない今日。初めてバナナ来たかない。どうやってやるの？ん？どうやってやるの？カバが抜いてないよ。そうだね。挑戦してみる？できない。できないね。ちょっと見てみようか。パパが向こうか。貸して。向くよ。はい。うまいよ。おいしい。でも上のところはパパが食べるからね。あ、ちょっと待って。ここ持ったら。ここ持ったら。うん。バナナ毎日食べてないですね。2日か3日にむちゃくちゃ美味しそうに食べるね。美味しい。あ、どこ住みですか。住まい公開してません。関東のどっかですね。いやね、農薬説上下にあるって言われてるんですけど、僕はね死ぬほどバナナ食ったんで、ちっちゃい時なんもないんで、あんまりあれなんですけど、あんまりにも皆さんが言ってて、上下は一応僕が食べるようにしてます。一応ね大丈夫だとは思ってます。本当はなんで、こんぐらいになったらパパがちょっと取って、ちょっと待って。はい、残りあるよ。食べる？あくん、ごちそうさまセット、ごちそうさまセット、遊んだぞ、ごちそうさまって。はい、いいでしょう。うん、まあ、という感じで今日やってきましたけど、ちょっとバナナ飲み込みます。これ読む？読む？読もうか、うん、じゃあ遊園地、アンパンマンの遊園地スタート。はい、知ってるの教えて。誰知ってる？カビルンルン。カビルンルン、はい。馬乗ってる。カレーパンマン、わたこさん持ってるよ。風船ね。これもバナちゃん持ってた。うん、はい、うん、誰がいる？ダダンダンがいる。ダダンがいる。ホラーマンいる？ホラーマン、
花火だ。花火だ。終わり。これ何回も読んだもんね。おばあちゃんに会ったら話しかけるのはもう全然 OK ですよ。あの、後ろからポンって来なかったら大丈夫です。びっくりしちゃうんで、後ろから。結構宮崎行った時にですね、声かけられましたね。ありがたいことに。よし、あとね、2、3分で終わりますんで。関東で話しかけられたことありますね。まあまあありますね、これが。まあ、優しく声かけてもらえると嬉しいですね。じゃあそんな、福岡とか来る予定ありますか？福岡は、まあ実家があるもんでね、まあ行くときは行くと思います。うん。宮崎は、だいぶ前に来た感じですね。北海道は、パパは何回もありますけど、ないです。うん。カビルルいた？じゃあ、わっちくんは今日は寝ますので、皆さん、ありがとうございます。名古屋もね、いつかは行くと思います。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。いい夢を見てくださいね。あちくん、そろそろ寝よっか。寝てない。いや、寝るよ。あなた、もうすぐカカがお風呂上がってくるけんさ、それで寝るよ。じゃあおやすみなさい。皆さん、またゆっくりやりたいと思うんで、ありがとうございます。2万とか言ってた、2500人ぐらい見ていただいたと思います。ありがとうございます。おちくん、最後バイバイして。バイバイ。寝らんちゃろ、寝らんつもりやろ。ライブに来ていただき誠に言わんか。ありがとうございます。ライブに来ていただき誠に恥ずかしい。じゃあね、バイバイってして。ダメ。じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。また来週、またね。はい。